はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7 VR、では今回はダウンロードコンテンツのナイトメアをやっていきたいと思います。これね、まだナイトメア自体はやってなくて、ベッドルームとこの21っていうのが、ニューがないんですけども、本当に最初の2分くらいだけやってさようならってした感じですね。でナイトメア自体は完全に1回もやってないので、ちょっとねめちゃ怖いんでやりたくはないんですけど、まあ、とりあえずやっていきましょう。ナイトテラーっていうのはないんだね。プレイナイトメア逃走の果てに、ついにジャックに捕らえられたクランシー。クランシーか。そこでじっとしているお友達をたくさん連れてきてやるからなと。クランシー超かわいそうだねそう思うと。で相変わらずのロードはちょっと長いか。多分ね、感覚的にはコールオブデューティーのねゾンビモードみたいな感じなんすよね。まあ、ちょっとコールオブデューティー全然わからないよっていう人はあれかもしれないんですけど、まあ、多分ねその敵がワンサが出てきて、まあ、それをひたすら倒していくと。で武器とかはまあなんか買っていく感じになるのかな、ポイントを貯めて。まあ、ちらっと見た情報だとそんな感じですね。ビデオか。多分ナイトメアだな。あ、ちょっと早い早い早い。うわ、やだやだやだ。いきなり来るよ、いきなり来るよ。おう。バカな冗談はやめてくれよ。本当だよ。朝まで生き延びろ。え、どういうこと？そう、これね、銃の照準をね、つけるのがね、首を振ってやるんですよね。何？え、どこに行くの？え？スクラップを使って武器や弾薬を作成できる。どれ？え、どこ？あ、これ？スキルでタブに切り替え、スキルや武器威力を強化できる。あー、なるほどね。破砕機アップグレード。破砕効率を上げることで時間あたりのスクラップの生産量を 50% 増加させる。お、すごいね、 1.5 倍になるってこと。はあはあ、ハンドガン強化、ショットガン強化、近接武器強化、グレネード強化。いや、超怖えんだけど。そんなことより、ナイフはいらんな。ハンドガン買おう。ハンドガン G17 か。これ買おう。アイテム追加950円。弾買おう、50円で買えるね。ショットガンも買おうか、100円で買えるし。で、一応最初は、10、20、30。で、ショットガン、1、2、3。これさ、使っすぎていいわけ2500円とか高くね？え？それで？それでどうすんの？俺は何をすればいいの？ちょっと待って、アイテム。左。で、一応これも、弾をカチャッととこう。で、どうすんの？ここはあれか。地図は見れないね。で、これが何？破砕機を起動すると一定時間ごとにスクラップが排出される。ああ、これね。 PM11 時、夜明けまであと5時間。はいはいはい。で、どっか行かないといけないんだな、きっと。まあ、これはやだな。ちょっとマジやだな。ちょっとまずこっちを。大丈夫か？ハンドガンとか。待って。いやー、なんだよこれ。ちょっと待って。金属溶解器か。何？ちょっと、もうこっから出たくないんだけど。ちょっと待って。うわ、来た。ほら、あ、怖い。ちょっと待って。弱いでしょ。よし、倒した。じゃあ、早くないか。
え、これさ、あ、いるね、いるね、いるね。これをね、ガブしちゃう。こう首をつけてね、照準をやんないといけないっていうか、こっからマジ出れねえわ、これ。ここにこもろう。来てよ、また。やばい。ほら、よし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 。今、いくつ？じゃあ、すっげえいっぱい行くんだけど。弾足りるか？ほら、ほら、ほら、もう一つか。大丈夫か？これ、敵を倒すと、しかもこれかな。回収しよう。500円。よし、930円ある。まだまだ先進まないと、多分、いけないな。行くしかない。やばい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 、いるいるいる。ちょっとスクラップで200、だから弾がないな、買おう。これ買ってる間さ、なんか来んのかな。とりあえず弾、弾、弾、1、2、3、あ、高くなってってる弾が、買うごとに。え、マジか、170円になってるよ。最初なんかいくらだったっけ、50円くらいだった気がするんだけど。だからこいつはさ、どんな来んの、すごい。ほら、ガードしとくね、やっぱり。いや無理だわ、出れねえわこれ。こっからショットガン何発だっけ、14発か。え、これさ、時間経つのってさ、ここでさ、籠城してれば時間経つの勝手に。いる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 。もうやだよマジやだよ。いや、これはちょっと、ハンドガンで倒しよう。おぉ、引いて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 。おぉ、よし。え、まだ生きてる、そんなことはないよね。で、ここがさ、死体だらけだよな。500。あ、来た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 。待って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 。ほら。回収しよう。ちょっとここでさ、ここでなんとかするしかない、本当に。ほい、ガードしてくるのがあれだな、きついな。1000円溜まってるね。グルメバーチャー的なのを買う。やはりこれでも先に進まないといけないけど、ブルーギャラでやってるとさ、無理なんだよね。痛い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 。待って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 。え、回復薬買わないとダメか。ちょっと今の使おう。回復薬100円か。2つ買っちゃった。ちょっと連打してて2つ買っちゃったよ。すべての敵を倒せ。え、ショットガンに切り替えよう。40秒後すべての発射撃が停止する。うわ、すべてのっていうけどさ、無理だ。あ、よし、倒して。いけねえよ。ちょっと待って、スクラップ回収しよう。よし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 。多分この先に進むとね、あるんだよね、スクラップが。最後回復しつつ、来たね。これはもうこれで相手しよう。近づいてきたところ。倒す。怖っ。こいつ怖い、マジで。てか、ショットガンの弾。ショットガンの弾を2つ買おう。すべての発射機が停止した。あとは敵を葬るだけ。来たね、いっぱい来たね。ほら、敵を倒して、倒す。まだ生きてるか。失敗。死体だらけだ。いや、いや無理だ。え、こんなとこで死んでたまるかよ。1時間経過。よしよしよし、撃破ボーナス800、1655円、手に入った。やった。夜明けまであと4時間。これを繰り返すのか。こっから出れねえわ、本当に出れねえわ。旅だと、ただグレランを買って、ジョイダン1、2、3個くらい買おう。すべてを回収していこう。よし、俺は旅立つ。グレランを持ち、え、行こう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 。とりあえずダッシュして、あ、ない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 、ワイヤートラップに引っかかる。大爆発する。マジか。え、ちょ、いけなくねえじゃん。ちょっとこっち行くか、じゃあ。
こっち行こう。声出せる、声出せる。集中しろ、この調子だ。これはあれか、あそこに火災機みたいなのがあるね。行くか。いや待って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 、これをそう、よし、そういうことか。で、なるほど、スクラップがここで作られるのね。今回はここで籠城する。でもさ、アイテム買える場所ってさ、ほらすげえ燃えている。他ないの？生きてる、生きてるか。分かったよ。あ、いるいるいる、この横からから振り向こうに。はい、で、よし、弾不足になってこれ回収したら一回戻るんだな。そこで戻ろう。500だよね、多分。今200になったね。あー、ちょっとウデマンだな。ウデマンをきついから確実にウデマンで倒す。まだ生きてる、まだ生きてるか。ほらほら、うわ、うわ、めっちゃ飛び散ってくる。下が、違う、右がグレランか。今いくつ ?300、500になったら回収しよう。さあ来い。弾はわりかし豊富にあるから、まずはちょっと薬品がちょっと少なくなったかな。あとはここはハンドガンで行けよう。よし、倒した。こいつらはなるべく、ほらほらほら、ちょんべり近いよ。だんだん慣れてきたな。いくつ？うわ、あ、まだ400か。そしたらグレランに切り替えて、速攻で勝ち去ろう。これね、移動するのが怖いんでね、籠城してるのがね、一番安心する。よし、500、回収。よし、回収して、切り替えよう。グレランにしよう。さあ、行こう。ちょっと左とか向いたかな。走れ、走れ、走れ。ちょっと右とかも。来そうだけど、いやいやいや、そんなの見てらんない。よし、いつものところに戻ろう。で、800になってる。ジャックを倒せ。どういうこと？2000円あるよ、でも。40秒後に全ての破砕機が停止する。なるほど。ここは籠城だな、ここに。回復薬買っとこう。なんか、追加された？いや、わからん、わからん、わからん。来た、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 ほら！あ、マジで？待って待って待って、あ、近い近い近い、痛い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 。この野郎、グレランつけてみろ。ちょっと待って、対抗するしかない。どうした、どうした、どうした、使い方は分かる。待って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 、強い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 。どうだ、弾がない、弾がない。俺を怒らせたぞ。で、くるっと回るのは、マジ強すぎだろ、こいつ。ほら、いや、ハンドガンの時じゃん。何のあれにもならん。もうおしまいだ。これはもう、うわっ、止めて、距離を取ろう、まずじゃ。逃げろ、逃げろ、逃げろ。で、たたたた。俺は年寄りなんだろ、こんな年寄りか。どうだ、まだか。うわ、あー、いや、無理でしょ、こんなの。もうマジ弾ないよ。ハンドガン1,2,3,4、50個。1,2,3,4。金がない、金が。いつまで続くんだ。本当だよ。お、ここで撃破ボーナス1300円か。赤字だな。夜明けまであと3時間。グレランの弾がない。
よし、稼働した。弾がマジ少ないわ。やばいな、これは。ここがあれか、もう一回ちょっと回収しに行こう。よし、ちょっと急げ急げ急げ。立ちはだかるものは、あれもスクラップ使うんだ。あ、来たか。どっからこんなに湧いてるんだよ。ほら、よし、回収しよう、これを。よし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 。いや、まだいるか。強くなってるね。来るか。これはもうちょっとショットガンでなんとかするしかない。ショットガンはショットガンだな。弾がねえんだけど、まだまだ立つか。これこっちからもね、来るんだよね。これはハンドガンで対処しよう。よいしょ、急げ。向こうのスクラップもちょっと回収しに行こう。1800円。ショットガンに切り替えて、こっちかっていうとそうだけど、700円回収するもん。さて、ショットガンの弾がないね。300円もすんのかよ。もう抜けて、よし、これはちょっと、これはもう待ってくれなんだ。ちょっと待って、ほらまだ生きてるか。うわっ、うわっ、やばいやばいやばい。弾を込めなくては、弾を込める時間もな。で、回復薬が200円か、1個いくかとこ。今何個あるかって、回復薬2個だもんね。これ1個使いたいし、アイテムを確認してる暇もないな。ガチャッと、グレラーの弾が少ない。グレラーの弾いくら、3個で400円。よし、これちょっと大量に買っとこう。で、今200、これ200溜まってるから、あっち側がそれなりに。てかさ、左側とかもさ、一人さ、回収した方がいいよ。いけないんだよ、もう、本当に。で、あれ食らうんだよ。あ、もう、やばくて。うわ、邪魔だ。これは行くしかない。うわ、弾を込めながら、いるか。これはもうちょっと、いや、いいか。弾がないね。いくら溜まってる？何点か。まあ、いい、回収して切り替えよう。これは燃やすしかない。さて、弾を込めながら、ちょっともう強いな。あの、罠にさ、金を使うのがちょっともったいない気がするんだよね。いる？来るか。すごいな。で、あとはもう、この弾が割り箸あるね。来るか、こっちから。ちょっと待って、よし、 OK。 もうこれはちょっと半分までなんとか対処するしかないよな。ほら、すべてのとき良かった。そうすると、ジョミダの弾を買っとこう。600円かよ。弾を込めて、ちょっと待って、回収しよう。その部屋の人回収しよう。で、作って、うわ、来た。ただ弾が混じれない。もうショットガン買わないとダメだよな。いらないよ、もうハンドガンの弾。もううちに帰らせてくれ。
そうだな、フチ買い出してくれ、本当に。よしよしよし。2000円か。夜明けまであと2時間。え、どうするこれ、なんかさ、少しリロード速度、ショットガン強化か、500円。威力を 80% 向上する、これよくね。グレラン強化もやる ?1000 円。60% か。リロード速度強化 20% か。500円。まあいいや。で、あとは回復薬やっぱり買っとかないとな。始まるか。もう300円しか貯めてないね。ショットガンも8発か。弾変える?弾。400円。仕方ない。これでなんとかやりくりするしかない。ここ行こう。また例の。もうこの2つしか行き来してないからね。VR だとあんまりね、移動しすぎてね、疲れるんだよね。一体どうなってんだよ、この家は。本当だよ。700円。回収しよう。火災機強化とか、やりたいっちゃやりたいけどね。来た。うわ、どうだ。ショットガンを強化してもまだ生きてるか。弾はこまめ。痛い。後ろから来たな、これ。とりあえず探索しよう。全然探索する。こっちとか何かある？痛い。この野郎。どっちからも来るか？来てるね。ほら、いけない、引っかかる。ほら、ダメだ。こっち特に何もない。あんまり来る意味なかった。こっちはどう？700円貯まってんね。よし、回収。さて、ちょっと魚にも。ほら、痛い。ほら、よし。もう無理だ。グレランで対処するか。まず待って。ショットガンを1、2、3個。倒すしかないね。もったいないけど。あとはハンドガンだな。じゃあほら、よし、こいつが倒した。140円しかないわ。もう無理だわこれ。なんかないの他に。金属溶解液が1500円か。高いな。1500円貯まる前に金がなくなるからな。次のターンが始まったらちょっと金属溶解液100買う。そうだ、よし、弾をチャージして。ここがまだ300円しか貯まってないよな。ただ向こう行っても多分あんまりね、溜まってないと思うんだよね。ほら、来たね、もう一匹。ほら、OK、400円溜まってる。400円ってさ、ショットガンの弾何発だったっけ。3発分とかにしかならないよね。もう200円だし無理だ。700円くらいまで確か溜まるよね。これがじゃあもう半分まで何でなったことないんだ。あ、やれたもんな。死んだー。いやー難しいねー。4時間、スコア53,850、スクラップ量1400。あ、持ってるスクラップもポイントになるんだね。撃破数45。初期スクラップ量プラス250。あ、いいねこれ。まあこうやって解放していくんだな。1万達成。作成解禁。マシンガン P19、 マシンガンの弾、マシンガン系か。ワークベンチで作成可能になります。2万、神経ガス発生装置。4万、回復薬 ×3。 あ、ゲーム開始時にアイテムスロットに追加されます。これめちゃくちゃ有利になるな。やればやるほど。なるほど、そういうことか。トータルスコア、バーナーセット。あ、なるほど、トータルだからあれか、累計されるんだね。可燃ドラム缶、マグナムセット丸のことか。あるし、
初期スクラップ250ってこれでかいよな。だって今250の250やればプラス500でしょ。神経弾、競争弾、おすごいね。回復薬強、初期スクラップ250、リモコン爆弾欲しい。ショットガン M21、 アルバート強いんだよね。あーこれはね、やればやるほど戦いやすくなる感じか。リトライしますか。いいえ、これは元に戻るのか。あ、元に戻るね。というところで、じゃあちょっとナイトメア死んでしまいましたけれどもVR はね、もともと難しいんで、まあスコアを狙っていくんだったら通常モードでプレイする方がいいですね。まあたださすがに臨場感は抜群ですね。めちゃ怖いわというところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。